こんにちは、黒田博樹です。第84回黒田博樹の歴史講座、江戸時代番外編、もし鎖国なかりせば、この講演はですね、令和3年5月30日に行いましたものを令和4年8月に再録したものです。では1番目、もし鎖国なかりせばから始めてみましょう。寛永16年、1639年、幕府はポルトガル製の来航を禁止して、キリスト教カトリックを信仰する国との国交を断絶しました。さらに2年後の寛永18年、1641年には、肥前の平戸のオランダ商会も長崎の出島に移し、オランダ人と日本人との自由な交流も禁止するなど、長崎奉行の厳しい監視が続けられました。この結果、我が国と貿易などの交渉を行ったのは、同じキリスト教でもプロテスタントを信仰し、我が国でキリスト教の布教をしないと約束したオランダと、同じ東アジアでキリスト教とは無関係のチャイナ、琉球、朝鮮のみとなり、厳しい統制下による制限貿易の様子が国を閉ざしたように見えることから、後に鎖国と呼ばれるようになりました。でその後、我が国は国内で大きな争いが起きず、平和な状態が約200年も続きましたが、諸外国との交流を積極的に行わなかったことが、世界各国での技術など様々な発展から取り残される結果をもたらしました。そして寛永6年、1853年旧暦6月にアメリカ東インド艦隊司令長官のペリーが4隻の黒船を率いて相模の浦賀に来航したのをきっかけとして、我が国は諸外国の言われるままに開国せざるを得ず、その後の大混乱のうちに江戸幕府は倒れ、明治新政府の下で近代国家の道のりを歩むことになりました。まあ、以上が鎖国から開国へと向かう我が国の大まかな歴史の流れですが、ここで考えられるのは、もし鎖国をせずに諸外国との積極的な交流を続けていれば、我が国はどのように発展していたかということです。我が国が史実において鎖国の頂点に入った17世紀半ば頃の世界は、東インド会社を設立してアジアに進出したオランダがヨーロッパの貿易や金融の中心として栄えていました。当時の江戸幕府がオランダとの貿易を中止しなかったのを、歴史の流れからすればある意味当然のことだったわけですね。でその後、18世紀後半にイギリスで産業革命が始まり、技術の向上や資本主義の発展などが未来になりますが、これらは我が国でも史実、明治時代より前に実現した可能性もあります。そして何よりも、鎖国に入った段階では現代の超大国であるアメリカ合衆国が誕生していないということに注目しなければなりません。アメリカが成長する前に我が国が世界の覇権を握っていれば、明治維新も日清日露戦争も、ひいては大東亜戦争、いわゆる太平洋戦争も必要なかったでしょう。江戸時代において我が国は金融面や経済面、あるいは文化面などで大きな成長を遂げました。例えば五大将軍である徳川綱吉の治世においては、金の含有量を減らした元禄小判を発行することで経済を刺激して好景気となり、幕府の収入を増やしたのみならず、世界初の一般庶民を中心とする元禄文化をもたらしました。一例として、江戸時代初期にはさまざまな地産地水や都市整備などの事業を行いましたが、その際に精密な測量が必要だったこと、あるいは商業取引の際に重要だったことから和算が発達しましたが、関高数は筆算代数式とその計算法や円周率の計算などで、いずれも当時のヨーロッパの研究水準と遜色ない優れた業績を残しています。また元禄小判の発行で貨幣の価値が下がったことに対し、金の価値を落とした偽物を市中に出回らせることで不正な利益を上げているのはけしからんという批判が幕閣の中で起きた際、勘定吟味役の荻原重秀が、幕府が一両と認めるのであれば、たとえ瓦礫であろうと一両の価値に変わりはないと反論しました。この瓦礫を紙切れに例えれば、重秀の考えは私たちが普段から使用している紙幣と全く同じことになります。お金の信用はその材質ではなく、裏打ちとなっているのは政府の信用であるという思想が、20世紀の経済学者であるイギリスのケインズによって世界中に広まりましたが、それより200年以上も早く実践していた重秀の先見性に対して、私たちはただただ脱帽するばかりですよね。でこのほか、貨幣経済が浸透したことによって、地方の特産物が江戸で全国で流通するようになると、当初は各藩の保護の下で個々の農村家内工業で生産されていたのが、18世紀の頃までには都市の問屋やが原料や資金、道具などを農家に前貸しして委託生産するという問屋制家内工業に組織されてきました。さらに19世紀に入ると、
一部の地主や商人などが作業場を設け、農業から離れた新労働者を方向に集めて手工業として生産を行うマニファクチュア、工場製手工業に進化して、1830年代までには大阪や尾張の綿織物業や北関東の綿絹織物業などで見られるようになりました。マニファクチュアのような商業新生産やそれに伴う賃金労働は資本主義の源流であることから、我が国が鎖国をせずに世界の技術革新、イノベーションなどによる変化に対応できていれば、独自に産業革命が起きていた可能性が高いんですよね。もし我が国が東アジアで19世紀当初までに確固たる国づくりを完成させていれば、史実における帝国主義も全く違った様相を呈したことでしょう。これらの歴史の癒を考慮すれば、我が国が史実において鎖国の状態に入ってしまったことは大きな損失であり、江戸幕府による明らかな失政であったと言えるのかもしれません。しかし、歴史には光と影があり、鎖国をしたことによるデメリットばかり注目すれば、一方的な歴史観に陥りかねないのみならず、いわゆる自虐史観を否定する資格もありません。また、江戸幕府が鎖国をしたのではなく、それこそ鎖国をせざるを得なかったという事情がなかったかどうかも考察する必要があるでしょう。結論から先に申し上げれば、私自身としては鎖国の状態に入るのは当時としては必然だった。しかし、鎖国をやめて開国に転換するタイミングを見誤ったと考えております。